概要なんですけども、あのソフトウェア、その VDVG というの単独というよりは、あのプロジェクトで、そのオプスタルリングという名前が一番上に書いてありますけど、このプロジェクトをやっておりまして、この中の成果物の一つということで、ソフトウェア開発をやっているというようなので、一応先にそのプロジェクト、まあ、簡単に紹介させていただいて、あとはそのソフトの紹介とどういうふうに使っているかという話を。で先ほどからのいろいろその情報発信 の, あのご講演の中でも、Google Earthを特に Google Earth 使ってますとか言わなくても、Google Earthを使っているぐらいに当たり前にはなっています。で我々のところでも、Google Earthを利用した情報発信のプロジェクト、エクストラウィングという名前のプロジェクトを行っていまして、ここにはその Google Earthの中で、私、所属いませんでしたけど、地球シミュレーターセンターというところにいまして、シミュレーションデータをもとに使って、その可視化をやっています。でその数値データを新しい表現で表す、でそれをあのアウトリーチ活動として情報発信をしていくというプロジェクトです。でその中にはそのどういうふうに表すか、でそれをどういうふうに公開するか、でその公開するためにあのいろんなツールを作るというその全てをあのプロジェクトの中に包含しています。で Web の公開は2010年の一番、お尻ぐらいにしているんですけども、あのこんな形でですね、ここがその Google Earth のプラグインになっていまして、で、ターゲットが高校生ぐらいってなってます。ちょっとあの変異なので書いておいたんですけども、ここに説明簡単なものがあるので、より詳しく取材したらこっちで詳しく書いておいて、で、ここの中で動いているのがそのボリュームレンダリングっぽく Google Earth の中でやるという新しいところをしています。で、こういったものを、この URL で見ることができます。ちょっと消えちゃったんですけどね。で、ですね。今回はここのツールのすみません話です。で、まあ、こういうあのものを作ってみて、最初ここのコンテンツを作るときにトライアンドエラーでやるという非常に手間のかかることをやっていて、でこれはやっぱりそのツールとかを作ってやるべきだろうということで、あの開発を始めています。で、先ほどから何回か言っている通り、その VDV という名前で、なんでね、まあ、ボリュームデータビジュアライザー、フォームビジュアライザー、もっとかっこいい名前があればよかったんですけども、もうベタな名前で、つないだだけなので、ちょっと読みにくい名前ですが、まあ、こういうソフトです。で、ニューループは、我々のところの周りのシミュレーション研究者がグラッツ使っていたので、でそのグラッツのニューループ、使っている、いわゆるそのコントロールファイルですね、これを入力として、で、可視化結果は、その Google Earth 用に適した可視化の手法で、Google Earth のファイルとして入っている。そういうようなソフトです。こういうことですね。先ほど出てきたそのソフトからこういうものを作ったり、表現しようとしては、Google Earth でよく使われているのがその0次元の点、あと線でテクスチャを1枚置けたら大好きですよね。0次元、1次元、2次元が主なんですけれども、我々のところでは半透明、不透明度を持つようなあのレイヤー、その画像を積層させることでボリュームレンダリングっぽく見せるというようなような表現を取っています。で、実際にちょっとデモで、もうムービー作ってきちゃったんですけども、ファイル開くところと、ファイルを開いて、で、もうここにプレビューが出てきます。こんな形でマウスでグループを動かすことができます。まあ、一般的な可視化ソフトと同じです。まあ、ここで、その領域を見て、マウスで見ます。で、一番問題だった、そうですね、これは、延長方法、ちょうどタイプのデータなので、Google Earth 処理見ると、ペラッと1枚だと同じような形になってしまうので、ちょっと慎重して、一番面倒だったカラーマップの設定というのを、こんな形で GUI 用で簡単にリアルタイムに見ながら、こんなことができるようになっています。超簡単。で、これ、まあ、雲水のデータなので、ちょっとこうカラーマップを白っぽいようにして、これが単純な作業で可視化ができる。で、時系列のものであれば、いわゆるそのスライダーボタンをポチッと押すとアニメーションができる。で、地球儀表示、まあ、Google Earthではないですけど、こんな表示で、まあ、実際にどんな見え方をするかということを。で、まあ、ここまでで可視化されていたので、エクスポートをすると。
にも対応できましたこんなない同じものがこちら消えてます。今キャッシュをちょっと貯めているので点滅してますけれども、一旦これがキャッシュにたまり終わると、こんなふうに滑らかにアニメーション、時系列アニメーションも対応している。これだけのことが今ムービーとしてはちょっと長いになっちゃいましたけど、2分ぐらいの間に全部できちゃう。もう一個、先ほどウェブアプリケーションの中で、都市のデータをやってましたけど、ちゃんとその、グラツではないですけど、その可視化範囲のマックスミンをちゃんとデビューとしてやることができて、で、先ほどですね、とは違って、これは都市の、緊張する必要がないので、カラーマップだけいじればいい。で、先ほどのウェブアプリケーションに出てたデータと同じように2倍を目指しているんですけど、非常に簡単な、まあ、ここは慣れてるからできちゃうというところもあるんですけど、まあ、それでも非常に簡単な工数ができちゃう。で、アウトリーチ的にこうデータ公開に使えるように、まあ、ロゴファイルを、今 ESC のロゴ、地球資源センターのロゴを入れるところなんですけど、こんなふうに。で、これも同じようにエクスポートしてあげると、まあ、いいところは、シミュレーションやっぱりデータそのものを公開するのでやっぱりはばかられるんですけども、まあ、組織化したデータとして、まあ、画像ファイルを公開しているだけならいいじゃないであれば簡単に出せるというのと、例えば都市のデータなんかと建物データってムービー作るだけでも買うと非常に高いんですね。そこと重ね合わせると、まあ、若干その地形違うところあるかもしれないですけども、おおよそこうきれいに合うと思うで、ただで使えてしまうとすごくで、まあもちろん僕も入ってますよね。それは割とそのアウトリーチ活動としては重要なで、まあ、その他、まあ、グラッツのデータで埋め込むときはよく使われるそのカラースライス機能もこんなふうにちゃんと反復して出ますし、これは無料があります。で、プレビュー画面だけでも静止画とか、先ほどエクスポートって KM エリアが出ましたけど、スナップ撮ったり、連番画像であって自分が使いやすいもので連番画像出したりとか、動画をそのまま出力すると、ちょっと背景を変えることも、こういうふうに資料にするとちょっとグラッツっぽいです。で、あとは、まあ、パラメータのセーブロードというのができるので、あとで作業されたりしたりとか、カラーマップを保存しておいて、あとで再現するということもできる。で、今回、その Qt というライブラリを使ってるんですけども、先ほどは Windows でもやってました、ね。コンパイルして、ダイヤに付ければ Linux で Mac でも動く。ちょっと、MacBook Air でうまく動いてないのは分かんないんですけどね。Linux でも一応 MacOS でも動いている。で、今までその、おととしぐらいのソフトウェア GPI については、こういうの作ってますという、講演はさせていただいたんですけども、去年の夏にですね、ソースコードを公開しまして、で、コンパイル環境を作っていただければ、どなたでもコンパイルできる。関連ライブラリのちょっとライセンスの問題があるので、バイナリーそのまま配るというのは難しかったので、まあ、ソースコードという形で配ってありますけど、興味がある方がいたら、まあ、個別に素材いただけると、お渡せるということがあるかもしれない。で、まあ、そういうのを作ったので、実際に今度は使うフェーズに入ります。で、利用展開として、でその VG のソフトウェアをコミュニケーションハブという名前が書いてあるんですけど、こういう形にして、まあ、まだ校内ではこの国ではあるんですけども、そのシミュレーション研究者、観測系の研究者、あとまあ私も含む確かな研究者、その領域横断的な取り組みを今進めています。で、まあ、デジタルデータになっていればですね、観測データでも何でもいいわけですので、まあ、観測データやそのシミュレーションデータの可視化を行う。で、
それを先ほどもうリアルタイムで見るっていうのがすごくメリットだと思うので、パラメータをちょっとずつ変えたりとか、いろんな人からこういうふうにしてこういうふうにしてっていうリクエストを受けながら、そこでパラメータ調整を行って、でその場でじゃあこれはどういうことだっていう現象を観察して、これはこういうことだっていう検討を行います。でその時にその場で見れて、シミュレーション研究者観察研究者こういうふうに確かとしてはこういう機能が欲しい、ソフト作るとやっぱりそのリアクションは欲しいですから、でそこで例えばバグ見つけてもらったりっていうこともできますし、こういう機能があるといいか、もうちょっとこういうふうにしてくれるといいっていうのがあると、その開発を進める上でのフィードバックになる。で当然先ほど言っているようにその、プレゼンテーションで個別に使っていただいてもいいですし、アウトリーチ活動、そういうところで使ってもらう、でそういうような利用というのを今進めています。で、実際にその観測とかやってる中で、観測データに適用事例ということでちょっとご提案いたしましたけど、実際にこういうデータものであるとか、そういったものも今しか行っています。でまとめます。で今何回かその名前を出して実際にデータがあるということを考えています。で大きなところとしては、そのプロジェクト成果物としてオープンソースで一般に向けてソフトウェアの業界を始めています。で利用の展開としていろんな領域の研究者を結ぶコミュニケーションハブとして利用というのを進めているということです。この展開としてちょっと考えているところは重ね合わせを利用として、そのパラメータごとにその出力をすれば重ね合わせができるので、 Google Earth 上で例えばそのシミュレーションとか観測を重ね合わせたりとか比較をしたりということを考えています。でその一つとして、ちょっとウェブブラウザー上にこう2つ並べて、これモデルが違うんですね。でアニメーションさせながら、ちょっと結果のところはあんまり気にしないでください。こういうことを目指してますっていうテクニカルの重点なので、でアニメーションさせて、どういうふうに比較するかっていうのがこれから考えるところなんですけども、こういう形を今進めて、当然そのブルーグラスなんで、この API の中でですね、このアプリのマスクを動かして、同じとこから見るとどう見えるのか、こんな形で比較を、例えばその今ここは例えばモデル感、すごく異なるモデル感でそのシミュレーションで比較をしてますけど、観測の比較をしたりとか、そういうことを今考えて進めています。以上、発表を終わらせていただきます。実際に我々の機構の中で一般公開日があって、その一般公開の中でこれをデモ機として置いて、実際に子どもに触ってもらったり、でこの映像を、ガジックアースみたいではないですけども、立体視プロジェクターを使って見せて現状するっていうことは今3年間の中でやっています。他にございますでしょうか。確かにですね、範囲で、私、海の海洋物理に関心があるんですけど、海の中で大気の状況って、レンジ方向もこういうふうなアニメーションタイムを作れるんでしょうか。先ほどの例えばカラースライスであれば、あれもアニメーション全部できるんで、ただその海の中っていうのが、上層とか大気であれば、伸長できるんですけども、海の方は拡大が3倍ぐらいまでしかいかなくて、3倍にしたところで大して考えにする。なかなかそう見えてくるかどうかわからないです。ちょっと海はまだ痛くなってくるので、ほぼ今のところは海よりも上の線路についてまあ実際その海の方にも今最近使い始めてもらっているので、そこで具体的にどういうふうにしていくかフランスのファイル形式のままそのまま読める
入ることを、はい、でそのなんかボリュームには結構制限もないですよ。そのこの結構グラツよりはかなり高機能で重く見えるので、はい、あのまあ足に依存するのかもしれないですね。あのプレビュー用にはあのやっぱりそのリサイズしたものというかプレビュー用にリサイズしたデータを使っているので、もともとのデータがその効いてくるのは、その KNA に出力するときにフルサイズの画像を出そうと思うとあのちょっと重いですね。そこも例えばその制限をかけてあげて、シミュレーション解像度は例えばあの1000だけ1000だけど、あの実際の出す画像の最大解像度を上げて100にしてよって設定すると、そこで抑えてくれるようになるようにしています。ひょっとしたらあの一番最新の公開版に全てが入ってないかもしれないですけど、あのそれは順次あのどんどんアップデートして今後も公開はしていく予定なので、特に出し惜しみする必要はあるということはどうかなくないと思います。ぜひ使わせてもらいたい。6月にワークショップ、6月にワークショップをあの気候でやる予定なの で、オープンで特に気候内のクローズのやつじゃないので、自分のマシンにインストールしてもらって使えるところまでみんなになってもらって書いてもらうっていうワークショップ、パッケージをダウンロードしてみたいな、はい、だから自分のデータを持ってきたけど、その場でもご連絡いただけたらどうもありがとうございました。じゃあ次の発表に行きたいと思います。